前向きな動きと歓迎したいと思います。ただ大切なことはですね、この動きが核大量破壊兵器のそしてミサイルの完全検証化の不可逆的な廃止につながっていくかどうかです。それをしっかりと注視していきたいと思います。